ブレコンプレゼンス、モンスタイル井上と夏美のレッツポジパチ。レッツポジパチは毎回プレゴさんから時には2人で時にはゲストを迎え楽しく実践しパチンコの面白さをお届けしています。最高ですね。今回は井上&なっちゃんの傑作選をお届けしちゃいます。まずは2人の出会いから。井上となっちゃん運命の出会いをプレイバック。それは今から約2年以上前、前身番組のオープニング。情報入ってますよ。え、何がですか？ライター界の北川景子ですね。やめてください、やめてください、やめてください。ウィッシュウィッシュちなみにポコミさん、あの、なんて呼べばいいですか？いや、もう本当にお好きな感じで何でもいい、大丈夫です。私は旦那様には何て呼ばれてるんですか？旦那様の読み方ダメ。本名なんでもうちょっと NG です。本名ダメ。本名ちょっと NG。じゃあ、え、今おいくつですか？私今内緒です。内緒が多いな内緒多い、はい、もう全部内緒です。じゃあリアル俺だけ、リアルのやつ俺だけちょうだい。結構言ってはいるんですけど。えなんですか、やめてください。まあまあ言ってますやん。そう、言ってます、言ってます。もっと若いんやと思ってました。ちょっとあの初っ端からテンション下げるやめてもらっていいですか？はい、じゃあ、はい、割と近しいということで。そうですね、はい、じゃあポコちゃんにします。私、あ、かわいい、かわいい、はい、かわいくポコちゃんにします、はい、じゃあ私井上さんのことは、はい、何でもいいですよ。何でも、何でもいいですよ。何でもいいですか？どうしようかな。ポジティブなんですもんね。ポジティブですよ。そうですよね。じゃあナルシスト井上でいいですか？すごい悪口言ってますよ。初々、まあ、しいお二人ですね。まあ、もう夏もこの半年後にポジパチの初回のお二人はこちら。どういうこと？これからですね。水着は、水着はちょっと気分が乗ったらワンチャンあるかもしれないです。例えば、はい、じゃあこの番組内でもう不可能な連チャン数出したら水着着てや。10万発出したら10万発、10、もうちょっとだから可能数。じゃあ3にしましょう。言ったね。よし、いただいた、いただいた。3万発ね。雑談レベルでこんな話ができるまで仲良くなってましたね。水着ね、冬であろうが。はい。さらに1年経てばなっちゃんも大変身。こんな時もありました。おそびです。よろしくお願いいたします。どうしたの？何がですか？総長の女感半端ないね。なんでです。ちょっとあのカリスマの美容師さん頼んで、うん、お任せでって言ったらこうなりました。はい、イメージ何でしたっけ？イメージ、イメージ、今日はあの2000年のアユです。若い時のアユをイメージして、若い時のアユをイメージして髪型作ってもらいます。でも確かにやっぱ髪の色で変わるな。なんか気分も変わっちゃって、うん、さっきあのメイクさんにリップ塗ってもらったんですけど、うん、こうやってやってましたから。井上、なっちゃんの掛け合いもさることながら、ギャルも今もなっちゃんは変わらず可愛いですね。このままいけば美魔女も夢じゃない。続いては番組の歴史に刻まれたさだまランキングとともに印象深いシーンをプレイバック。ランキング第5位は17,058玉、第4位は19,970玉、どちらも井上が獲得。この第4位の回は引き弱なっちゃんも一味違ったんです。今回はやっぱりちょっとバチッと、さすがポコミ、ここにあり、はい、アルティメットモード見せるんでしょ？アルティメットもそろそろ今溜まってるんで発動するはずなので、アルティメットポコミを見せていただきたいんです。はい、はい、見せましょう。言ったね。はい、見せましょう。今日は本当にやりたいと思います。何発出す？1万発。出せなかったら、出せなかったら、このここの肩の紐ここまでちょっと下ろしていいですよ、はい、出せなかったらね。肩紐をかけたこの一戦、名言とともに、なっちゃんの意地が炸裂するんです。だから16、まあ、7で当たってれば行ってたんですよ。あ、紫は龍なんだよな。あと1回、あと1回で1万発、頑張って。おこうと、おこうと、20回ぐらいあったかな。勝利したらありますよ、1万発。あ、ポイント、あ、勝ち。とりあえずあの負
けがないんで。負けはないもんね。負けはないよね。負けがないんで。ってことはですよ、バトルイコール大当たり、その状況で負けないということは、インバウンド、めっちゃ嬉しい。図柄が7になれば肩出し回避。ポコちゃんどうなる。さあ勝利で。素晴らしい。ありがとうございます。もうこれはもう完全勝利で す, です肩出しチャレンジもクリア。すごいな今回のポコちゃんは。今までのフラストレーションを爆発するためにアルティメットポコミですよ。アルティメットポコミですよ。なっちゃんのこんな勇姿また見たいですね。では続いてランキングを発表。第3位は2万発オーバー。そして第2位は3万発にあと少し。ここも井上が獲得。すごい。第1位はあの伝説の企画の達成会ですが、そのいきさつをプレイバック。井上の3万発一直線。何ですかそれ。まあポジパチではね何度も言ってるんですけれど、まあゲスト呼んでね楽しくこう毎回いろんな企画してるじゃないですか。してますね。ただ裏テーマで私が毎回心に決めている、はい、3万発私が出せば、はい、ポコちゃんが水着になる、はい、水着にするって言ってきたでしょ。そうですね。これやっぱ口約束ではどうにもならんということで本編の企画に載せようと。なんで表に出してきたんですか。それまで雑談程度に話していた水着企画が正式なものに。これがきっかけで井上が出した第1位。ついに出ました、圧巻の3万玉オーバー。それでは記念すべき達成の瞬間、なっちゃんの感情変化とともにプレイバック。仕方ない、もうあと 1,2 回欲しかったね。よし、まだわかんない。あれ、これで俺がもう一回早めに引き戻したら絶対俺の勝ちだよね。頑張れストロンガー。よっとー、うそー、決まっちゃって。よし、これだいぶ早いで。早すぎですって。ポコはもう忘れてるかもしれませんが、はい、今回の勝負はもちろんですけど、はい、私は密かに3万発を狙ってますんで、もう今それは3分の1はクリアしますから。で俺はその先のスクール水着を目指してやってるから今日の俺を止める者はいないぜ。ブンブンブン。はい、いいな。よし、ちょっともういいですって。いいですよ。えい、うわ終わった。えい、終わっちゃいました。ついにフィン13回。うわー、でもやりましたね。まあ、十分頑張りました。だいぶやりましたね。これで俺がだから10回さっきみたいに短い回転数で引き戻して、さっきと同じだけ格変引けば3万です。ありますね。ありますね。怪しいだ、怪しい保留。あれ、一回このモード抜けて入りました。もう一回、え、何これ、嘘でしょ。え、これ何、これ確かこれプレミアムですよ。これ確かこの背景、え、次これ入賞時とともによ。ちょっと信じられない。19回転でやってたんですか。
ありがとうございます。おー、3分の2クリア。うーわ、もうやめて。弱々しいポコちゃんやっぱ可愛いな。やっぱりなんか。あ、シマウマ通った。シマウマ通ったよ。そうでしょう。もう今左腕はスクリュー水着に通してるからな。そうですね、でかけてます今。やだよ、もう本当にやだ。もう私の頭の中スク水どうやって着ようちょっと考えてますから、どういうの着ようって。やばい、もう今水着ここまで上がって、うわっ、ドキ、うわっ、ドキドキするところ、ここまで上げてます今スクール水着。一番隠れるスクール水着。マジかー、もっと行かないと思ってた。本当によし、もうちょっと、わー、もう本当に、わー、もうスクール水着見てんの結構エロいなと思って見てます。いやだから我々はそれ最初に言うてんけどな、はい、本当にいいのってポコちゃんに。これ結構エロいですね。どれ意外と、いや、あーすごい、まゆゆがスクール水着着てる。違うやん、かわいい、まゆゆが着てたら自分も OK な。いやいや、なんか、うん、これかわいいの、これかわいい、もうちょっと着たくなってるやん。あ、ちょっとこれかわいい。切り替え早ない。これかわいい。どうだ。よし、もう、なんもうこんなことあります。ちなみにこの時のなっちゃんの心境ですが、3万発超えたなって思った時、もうやっぱりゼロパーってないなって、まあ、不可能ってないな、まっこにゼロパーはないよ、ないです、本当に実感しましたね。で、最悪だなって思ったんですけど、同時にその後もうやるしかないと、痩せようとか、まあ、そっちの方向に持ってきましたね。だから井上に負けず劣らず、ポジティブななっちゃんでした。それでは覚悟のスクミズをプレイバック。より美しいポコミを皆さんにお届けしたいということで、もうリアルなガチンコスタジオです。なんかおかしいなと思ったんですよ。なんでこんな本格的なところに着いたんだろうと思ってたんです。もう最初はもう正直嫌で嫌でしょうがなくて、なんでしょう、結構無理してた、無理というか諦め、もうどうにか受け入れよう受け入れようって思って頑張ろうみたいに思ってたんですけど、今はもう何とも思ってないですね。挑戦してみたいポーズは実は今ポニーテールにしちゃったんですけど、まあスクール水着なのにこう髪かき上げて、なんでしょうね、 LA にバカンスに来たみたいな、そういう感じのショット撮りたいですね。見たことのないポコミをお見せします。何この嘘みたいな色の顔。これ用意されてた。これもうかけてありました。誰のセンスやこれ。どういうテンションで選んだんですか。スクール水着ですよ、中に着てるの。せやな、より変態感増すやん。裸じゃないですからね。なあ、ちなみに井上は見せてもらえず。カメラくるって、そう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 、もっと回れます。はいはい、綺麗。そうそうそう、はい、綺麗ね。そうそう、いい、いい、いい、はいはい。おー、でもやっぱりスタイルいいね。いやねんこれ。いいじゃないですか。この番組の名物になっているなっちゃんの罰ゲーム、このコーナーでは厳選したいくつかをお届けしちゃいます。まずは
コスプレ編。ブラジルの足聞こえました。この回はゲストにサバンナ八木さん、全員不甲斐ない成績でコスプレ披露。ちょっと、では、なっちゃんの演じコスはこちら。出てきてください。はい。あ、アングルが下から。あら、こんにちは。はい、ご挨拶。ポコミです。いくつですか？5歳。かわいすぎるやろ。なんか大人たちがいっぱいいて怖い。好きな食べ物は何ですか？栗。栗？ちょっと見えてるね。ちょっと見えてる。夜ね。これ夜ね。これお兄さん、引きで見たときに、うんうん、園児から見える黒タイツめちゃめちゃエロなんですよ。想像以上やね。これ、うん、ここのあん、こういう店ですよね。井上分かってるね。はい、カメラに向かって一言。これからもパジパジをよろしくお願いします。バイバイ。続いてのコスプレは、2人が協力して合計さだま1万発を目指す企画でのこと。プラスね。プラスだと。さあ、ということで2人の合計さだまですが、残念ながら達成できず。というわけで、罰ゲームのネズミコス、その映像をどうぞ。さあ、なっちゃんのお着替えが整ったようでございます。では、夏ミーマウスの方に登場していただきたいと思います。どうぞ。チューチュー。うわ、やってるやってる、はい、やってる、はい、やってるやってる。何してんの。あ、でも可愛いやん。明けましておめでとうございまちゅう。今年2020年のポジパチは、私は年間トータル収支、20万発いく中。というわけで、ネズミ年の今年36歳になる夏美をよろしくお願いしまちゅう。罰ゲームではありませんが、動物つながりでこんなのもありましたね。これ何ですか？これ結ばなきゃいけないの？そういう紐。ポコニャン。コスプレ編ラスト。これはコスプレと呼んでいいか微妙ですが、インパクト絶大です。いきますか。脱ぎなさいよ。脱いちゃいますね。じゃあもう。あ、いいいいいいやん。あ、ええやん。あ、匂ってる匂ってる。なんか深夜の中目黒の同郷でこんなんおるもん。いますね、地方とかも。ちょっと後ろもせっかくやから、はい、あ、いいやん。あ、なんかこの T シャツに合わせて髪色も変えてきてくれたかなってぐらい。こうすると仕上がってるなっていう。仕上がってる、はい、仕上がってる思います。続いては新境地開拓恥ずかし編です。ね、なっちゃん的にはこれだけは嫌だった。あだ名バトル。俺がポコちゃんにつけたあだ名はスケロクの女。何それ、それダメですって。スケさん別に女いるじゃないですか。知らん知らん知らんけど、あだ名やから。あ、そうです。あだ名ってこういうもんやからな。うわ、最悪ですねこれ本当に。上がれリーチ。よし、はい、来た。ちょっとピーフラッシュ出しますね。やったぜスケロクの女以外だったら何でもいいですもん。スケロクの女以外だったら何でもいいですもん。井上考案のあだ名はこの3つ。どれもなりたくないあだ名。スケ
いいですもん、何でもスケルコの女が一番いいや、はい、ポコリマン、チンタロウでもいい、もうチンタロウでもいいですもん、全然いいですねではお願いします。じゃあもうこれ、これね、これはい、引っ張っていって、え、待って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 、ああはい、ポコちゃんが引いたのはスケロクの女です。天才だよね、本当に。ではご挨拶の方お願いします。はい、皆さんこんにちは、私はスケロクの女でございます、スケロクのむっつりスケベに対応したいと思いますよろしくお願いします、頑張ります。どうもスケロクの女です。慣れてきたね、なんか何とも思ってないです今。そうだよね、本当に自分の名前みたいな本当に。こちらも永久保存版、なっちゃんのこんな姿を見られるのはポジパチだけ、はい、爆笑顔面パンスト相撲です。はい、全員でパンスト相撲をしましょう。よーい、はっけー、残った、ここにアピール、ここにアピールしないと喋れない、やばい、唇がもげる唇もげるぞ、これえ、どこ高い見えない、高い、どこねえここどこ、ちょっと待って、やばい、だけど唇がなくなる、夏美としてよろしくお願いしますこんぐらいブスだったとしても人気出るだろうなそうだね、全力サンシャインポコミね。そして忘れてはいけないこの絶叫、罰ゲームはここから始まった。交換するかもという企画での罰ゲーム、もうちょっと広げようか、じゃあカットイン井上カットインエースが入りました。それなん信頼度どのぐらいですか。信頼度は 1% 上がりました激寒じゃないですか、もう外れじゃないですかそれ。はい、終わりました、どうぞ。この一枚でお仕置きの行方が決まる。さあ、どのカードを引くのか。これです、引いて、あうわぁ、あぶねぇ、うわぁ、うわぁ、あぁ、最初に行こうとしたら引いてみ、いやー耐えたー、いくよ。それでは激発罰ゲーム、なっちゃん
んの告白演技をどうぞ。先輩、先輩、ちょっといいですか。どうしたの。すみません、帰る途中に呼び止めちゃって。あ、いいよ別に。あの、先輩は私のことどう思ってますか。え、もう可愛い後輩やと思ってるよ。可愛い後輩。うん、それだけですか。なんやねん急に。いや、なんかいつも先輩隣じゃないですか、うん、デスクが。で、先輩結構いつも優しくしてもらって、コピーとか取ってくれたりとか、コーヒーとかくれるんですけど、先輩の気持ちがよくわからないまま過ごしちゃってて、ちょっと今日は私の気持ちを聞いてほしいなと思って。なんやねん急に。私を抱いてください。よく頑張ったな。正解ですか。なっちゃんが絶対に嫌だったという罰ゲームがこちら。今回の企画は、出演者 VS スタッフの仁義なき戦い、負けたらゲテモノ食いバトル。え、ゲテモノですか。いや、なんか夏美さんがゲテモノって虫が苦手だという。虫苦手ですよ。でしょ。で、負けた場合はこちら。なに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 、ちょっと待って、私虫嫌いだって言ってますよね。ちょっと待って、本当に。いや、ねえ、テラフォーマーズが出てくるだけですやん。テラフォーマーズが一番ダメなんだってば。え、なに、え、声がもう、こんなもの用意してくれたんですね。ちょっともう、なんで私がやるんですか。ちょっと見てて、ちょっと、あの、離れない、行くで、もうちょっと顔近づけて、もうちょっと、行くで。これが何？タガメ、ハチノコ、イナゴか。絶対許さないから、こういうの用意したことを。タガメまであと30分。何この言い方、ムカつく。おとっ、オン。うわー、いたぜ。いかった、いかった。かっこいい。いただいた。いった。いただきました、白アルバム。あ、やったもり、さすがな、かっこいい。気合で大当たりを引き、なんとか罰ゲームは回避。ゲテモノはスタッフが食べることになったけど。ザバービロー。はい、タク。はい、虫だけは見るのもダメななっちゃんでした。今後も虫企画があるかも、こうご期待。レッツポチパチ傑作選、いかがだったでしょうか。また楽しい企画や罰ゲームを考えてまいりますので、これからも応援よろしくお願いします。